私たちの心が、今まで思ってた心がパッと消えるように、そういう癌が消えても全然おかしくないんです。全然おかしくない。だから、それをできることなら、その無意識に起きることというものじゃなくて、意識的にできたらいいと思いますね、皆さん。意識的に。ね、ちゃんとそう意識すればそれが消えるんだと。このようにすれば消えるんだと。心のうつ病が消えるように、統合失調症が消えるように、癌も消える。意識的にできたらいいよね。それが私のチャレンジなんです。それをずっとチャレンジしてやってきて、まあ、この中にも多分そういう方がいっぱいいるんですね。だからそういうのをね、まあ、世の中に発表されてないことだから、意識的にできるようになるために、皆さんもどんどん自分に起きたことを発表してください。今のように、どんどん発表してください。そして、決して自分一人のいいこと悪いことっていうレベルで終わらせないんです。なので、それはもうまさに自分を通して、皆さんを通して、世に多くの何万人、何十万人の人を救えるかもしれないんです。それはもう世界だと何千万人を救えるかもしれない。だから、決して自分に起きた出来事を自分のものだけにしないでください。ぜひどんどん発表してください。全部で、発表して、これは明らかに、理論上、体験上、今までの人間社会ではありえないことだ。でも、絶対それは何らかの解けるはずです。説明できるはずだ。という前提でやってます。もう、その起きたことから逆に逆算してみて。なんで、今のように、私を、彼女が、私を通してその人が、癌が消えたんだろう。で、そんなことってあり得るんだろうか。佐藤康之が、例えば、今の彼女に通して、その人の癌が消えていった。ね。でも、ね、間違いなくそう捉えてるわけです。それを今度意識的にできていったら、すごいと思わない。今、ここで私のね、言葉のシャワーを皆さんが浴びて、そのまま表出て、そういうようなことを全部言う。ここにいる人、みんなそういう能力がついた。すごいでしょ、皆さん。今話してることはすごいことなんですよ。例えば、直接だけじゃなく、間接でもそういうことはあり得る。私もそう捉えてます。あり得ると。そして、なおかつそういうことを何回も何回でも再現できる。何回でも何回でも再現できて。そして他の人にもそれを、また、あなたの周りにいるあの人たちにまたさらに通じていく。どん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 ずっと全世界に広がっていく。ことができたとしたらすごいと思いませんか。十分私はあり得ると思っている。十分あり得ると捉えている。